天領は、江戸時代における、江戸幕府の直轄地。天領は俗称であり、ほかに、江戸幕府直轄領、徳川幕府領、徳川支配地、幕府領、幕領など様々な呼称がある。これらの呼び名は、正式な歴史用語ではない。幕府直轄領は、元禄以降、全国で約400万石あった。領地は、日本全国に散らばっており、江戸時代を通じて何らかの形で、幕府直轄地が存在した国は51カ国と1、地域に及び、年貢収取の対象となる田畑以外に交通、商業の要衝と港湾、主要な鉱山、城郭や御殿の建築用材の産出地としての山林地帯が編入され、江戸幕府の主要な財源であった。幕府直轄地が天領と呼ばれるようになったのは、明治時代からで、江戸時代に使われていた呼称ではない。大政奉還後に、幕府直轄地が、明治政府に返還された際に、天朝の御料などの略語として、天領と呼ばれたのが始まりである。その後、天領の呼称が、江戸時代にもさかのぼって使われるようになった。江戸幕府での正式名は、御料、ごりょうだった。その他、江戸時代の幕府法令には御料所、大官所、しはいしょの呼び名もある。江戸時代の地方書では、大名領や旗本領を私領としたのに対して、公領、ごりょう、また公儀ごりょうしょという呼称もあった。大政奉還後の慶応4年には、徳川支配地を天領と呼んだ布告があるが、同時期の別の布告では、これまで、徳川支配地を天領と称し、僧侶は、言語道断の義に僧侶、すべて天朝の御領に服し、真の天領に、大政奉還とある。上記の観点から、近年は、幕府の直轄地の呼称は、天領から、幕領と呼ぶ傾向になっている。全国の歴史教科書なども、幕領への表記の変更が進められている。天領は、豊臣政権時代の徳川氏の蔵入地が元である。関ヶ原の戦い、大阪の陣などでの没収地を加えて、17世紀末には、江戸幕府直轄地は、約400万石となった。その地からの年貢収入は、江戸幕府の財政基盤となった。長崎、大阪など重要な都市や、佐渡金山などの鉱山、湯の花から妙盤を生産していた、妙盤温泉も、天領とされた。佐渡、甲斐、飛騨、隠岐は一国丸ごと天領となった。函館奉行所の置かれた、五稜郭又、蝦夷金や俵物の産地であった蝦夷地では、1799年には、東蝦夷地が、1807年には、和人地及び西蝦夷地が天領となり、この時奉行所は、臼毛主管に置かれ、大宇諸藩が警護についた。文化6年に、西蝦夷地から、樺太が、北蝦夷地として分立。松田伝十郎による改革で、三反交易を幕府直営とした。1821年には、一旦、正木藩領に服した。1855年になると、和人地の一部と蝦夷地全土が、正木藩領から、再び天領とされているが、1859年の、六藩分領以降に、大宇諸藩の領地となった地域もあった。函館奉行所は、幕末の元治元年から、五稜郭に置かれた。鉱山陣や表門幕府直轄の各領地には、大官所が作られ、軍代や大官、沿国奉行が支配した。また、余事として、近隣の大名に支配を委託したものもあった。観光地として、有名な岐阜県高山市の鉱山陣屋は、江戸幕府が、飛騨国を直轄領として管理するために設置した、大官所、軍代役所である。江戸時代末期に、老中主座となった、水野忠邦は、天保の改革の一環として、上知令を発令したため、天領の石高は増えたが、周辺に領地を持つ大名から大きく非難された。豊臣政権末期には、全国見地耕1850万石余りのうち 12.2% に相当する222万3641石余りが豊臣氏の蔵入地であった。一方徳川氏の関東入国当時の蔵入地の実態は明らかではないが、所領伊豆、相模、武蔵、
上総、下総、上野の6カ国240万国余りのうち、100から120万国が直轄化されていたと推定されている。関ヶ原の戦いの後、豊臣氏の倉入地の接収を含む、没収港622万国余りが、論功交渉の加増、加点に、さらに、徳川はじめ門や譜代大名の創出、直轄領の拡大に充てられているが、江戸幕府の直轄地も、初期においては、豊臣氏のそれと大差なかったものと考えられ、江戸幕府成立時点で230から240万国が、幕府直轄領であったと考えられる。情報、関東の天領の石高、年貢港に関しては、向山正妻著、希望日記音書集の、おとり活字書き付けにより、享保元年から天保12年までの年度別の、変遷が古くより知られていたが、さらに、大河内家記録、おとり活字書き付けの発見により、17世紀中頃からの、天領の石高の変遷が、明らかになった。それによれば、天領の石高が初めて300万石を超えたのが、徳川家綱政権下の万治3年だが、寛文院治の前後には300万石を切り、延宝3年に至って、再び300万石台を回復し、以降300万石を下回ることはない。徳川綱吉政権下になると、大名改易による、天領石高の増加が著しく、元禄5年に初めて400万石を突破し、宝永6年以降400万石を下回ることはない。徳川吉宗政権下では、陸奥弾絶による、高治が、相次ぎ、享保16年には450万石に達し、延享元年には、江戸時代を通じて、最大の463万4076石余りとなった。その後徳川後三卿が、相次ぎ分立することにより、延享4年以降天領の石高は減少する。宝暦13年から寛政5年まで430万石台を維持した後、寛政7年寛政10年には、再び450万石台に戻るが、その後徐々に石高は減少し、天保9年には410万石台に落ちる。天保以降では、文久年間の石高の数字が残っており、幕末まで410万石台を維持したと考えられる。なお、個々の年度の石高は資料によって異なり、例えば元禄7年の天領総石高は、希望日記初秋のおとり活字書き付けでは395万5560石余りとあるのに対し、近藤十蔵遺書初秋のお蔵入り高波おものなり元払い関書では418万1000石余りと20万石以上の差がある。また、天保9年の天領総石高は、希望日記初秋のおとり活字書き付けでは419万4211石余りとあるのに対し、天保9年犬年五大観波御わずかり小物なり、納め払い御勘定帳では419万1968石6と5小8号9尺9歳、天保12年の天領総石高は、希望日記初秋のおとり活字書き付けでは416万7613石余りとあるのに対し、同じ向山誠祭の著作である、日の江馬雑記初秋の天保十二牛地方勘定岡組帳では412万2044石3と、0小8号9尺8歳と、微妙に数字が異なる。以下に、大河内家記録と、希望日記初秋の、おとり活字書き付けによる天領の石高、年貢港の変遷の詳細を示す。譜代の大名や旗本への加増、改易、減俸や、臨時の役地の支払いは天領を切り崩して行われる。ため、天領の所領、石高は年度ごとに、必ず変動する。日本全国の総石高に占める天領の割合は、慶長10年における、日本全国の総石高2217万1689石余りに、対して、推定230から240万石であり、10.4 から10.8% となる。また、元禄10年代の全国の石高2578万6929石余りに、対して、約400万石であり、15.5% となる。さらに天保期における、
日本の天保年間の総国高は3055万8917石、余りと算出されているが、勝海周辺、不記人録所集、天保13年全国国高内訳によると、1842年の天領は総国高の 13.7% にあたる420万石弱を占めた。徳川の関東入国直後には、直轄領は関東総奉行や代官頭によって支配されていたが、慶長年間に関東総奉行や代官頭が消滅後は、その配下の代官、手代衆が昇格して、天領支配を担当するようになった。天領の管轄は当初江戸と京都、大阪に二分されていたが、寛永19年に勘定頭が設置されると、司法、行政区域が統一され、地方の支配組織は、老中勘定奉行軍代、代官への系統へと整備されるようになった。また、江戸時代の当初から、沿革地の都市、港、鉱山には、沿獄奉行が置かれていたが、これも、老中支配下に統合された。これとは別に大名に支配を委ねた、大名安土があった。豊臣政権の大公造入地が形を変えたもので、徳川綱吉による、幕府支配機構の整備と強化のもと、上京4年に廃止されたが、元禄4年には復活した。さらに、聖徳2年には、財政立て直しのために再び、新井白石により、大名安土は廃止されて、代官の直支配となったが、年貢収納率の低下を招いたため、享保7年に再び、徳川吉宗により、大名安土は復活した。天領は当初関東と上方の2分に分けられていたが、享保2年以降、関東、街道、北国、東国、畿内、中国、西国の7筋に区分されるようになった。18世紀以降の天領の石高における内訳の変遷は以下の通りである。地方区分は現代のもの。人名は代官を務めた旗本。いずれも函館奉行のご預かり書。戊辰戦争後の両政国及び郡を括弧内に記す。戊辰戦争後の両政国を括弧内に記す。ありがとうございます。